日本大阪府、池田市、立石町、立石町は、大阪府池田市にある地名である。定番を持たない、単独町名である。郵便番号は563-0053である。当地域の人口は、2017年12月末時点で1184人である。面積は、2018年3月末時点で0.100平方キロメートルである。 池田市の西部に位置する。北は、綾場2丁目、札月が丘5丁目と接しており、東は、札月が丘2丁目、上池田1丁目と接している。南は、山和町と接しており、西は、坂本町、城山町と接している。当地域は、池田市立池田小学校、または、池田市立札月が丘小学校、及び、池田市立池田中学校、または、 池田市立渋谷中学校の校区に含まれる。当地域の北端を大阪府道9号美濃池田線が通っている。1697年の池田村絵図によると当地域は縦石町と表記されており、中心付近を野瀬街道が横断している。およそ70センチメートルほどの高さを持つ石の道標が史跡星宮の前に立っており、 このことが地名の由来になっているとする説がある。1857年の池田村江津においても立市長と表記されている。1910年、市立池田海生病院が設立される。1927年、池田土木事務所が豊野軍役所に設置される。1937年、小林十三の邸宅、画族山層が完成される。 池田海生病院1944年4月、町域の変更が行われ、それまでの立石町に周辺の小技の区域が編入され、新たに立石町が制定された。当時の町域には、現在、横岡公園や池田市立さつきが丘小学校がある場所も含まれていた。1962年、立石町の一部がさつきが丘2丁目、4丁目、 5丁目に変更される。1970年3月1日、立石町の全域及び大和町、上池田町、さつきが丘2丁目の一部が、立石町に変更される。2009年8月7日、画族山荘、即予、品、長山の及び兵が、国の登録有形文化財に登録される。2010年、小林13記念館が開館される。 ありがとうございます。